純粋。あ、まだ、もうまだ終わってないから、まあ、ちょっと待ってね。じゃあ、はい、もう早くもう。ありがとうございます。ではここで、あと2人を呼んでみましょう。では、ゆちゃんとチェジュン、ステージに出てください。どうぞ。じゃあこれからジェジュンとユチョンのタイムだから、いやジェジュンタイムや、おう、これ何、すごいね、このカメラすごいね。なんでよ。アップして、ちょっとアップして、すげえ、お客さんアップして、ちょっと気に入りのお客さんを撮ってください。おーい、おー、かわいい。か、誰がかわいいって言ったんだよ。ジェジェジンか。あ、ジェジェン、すいません、このライブでナンパしちゃダメよ。すいません、すいません。私も昨日くなんか撮ってみたかったんですけど、なんなんだよ、これ何、どこ映ってんの。僕の目見えねえじゃん。いや、もうちょっと、いや、最後まで、最後まで、もう一回、もう一回。じゃあ、最後まで、なんか、これを。あ、光欲しいです、光欲しいです。照明、照明、欲しい、欲しい、オッケー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 。すいません。なんだ。なんだよ。まあ、ずっと前からね、お前のことが好きだから。私はお前の方が大嫌いだから。うわねえ、いや、僕そっちじゃないからね。自分が今日はユチョンの秘密武器を皆さんに紹介します。ジェジェジェジュン、ジェジュンの秘密武器を紹介します。やらしいよ、ジェジュン。もう今20代になって、20歳になってない人も結構いるから、やらしいよ。ユーチョン、ユーチョン、ユーチョン、ユーチョンやりたい。いや、俺はやらないから。え、皆さん知りたいですよね。じゃあユーチョンの秘密武器いきます。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと来て、ね、もう最後だから。では秘密武器いきます。ちょっと正面向けて、俺のおでこか。みんな知ってますよね。俺のおでこか。もうカメラはここで終わり。はい、すいません、すいませんでした。カメラって面白いですよね。ね、でも重いですよ。重いね、結構。スタッフさんからこの、センスをもらったんですけど、あ、センスじゃない、うちわね、うちわ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 、え、センス、うちわ、あ、センスは、センスはあれだ、オッケー、そう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 、分かった分かった、勉強になりますね、うちわ、センスないな、勉強になりますね。おー、センスを持てるジェジュンはセンスねえなって、センスないな、もう、わー、素晴らしいね。で、要は2つしかないって、1個はゆうちゃんのうちわ、じゃあ、もう1個は僕のうちわ、
自分の家は売り切れだって。ああ、え、ほんとほんと、僕たち二人は、うん、ジュースだけ。いや、ほんとに、あ、ほんとほんとほんと、ほんとにジュースだけ売り切れ。で、ジュースのは二人は、で、二人は売り切ってない。なんか、あ、外行ってないからわかんないですけど、あ、売り切れだって、売り切れだって、売り切れ、あ、これが最後の、あの、そう、一番最後のやつ、一番ですよね。そう、え、モテますね、みんな。だったら、あの、この最後のうちは、あの、ちょっと皆さんに、はい、プレゼントしますか。あ、多分ちょっと距離があるからね、あ、言えないですね。残念残念、すいません。うちはあげるのは打ち合わせしてから。あ、もう本当に、いや、結構良かったじゃないですか。皆さんに打ち合わせあげるのは打ち合わせしてから、打ち合わせ。いやー、僕が思ってもここすごいですね。純粋のギャグってね、素晴らしいんだよね。素晴らしいね、素晴らしいつまんないんだよね。素晴らしいつまんない。すいません、すいません、はい、じゃあ冗談はここでここまででして、もう、そろそろ暗くなってますね。はい、暗くなってますね。いいですね、いい雰囲気ですね。で、この茨城が初めてですという方は、うわぁ、すげえ、本当ですか。嘘、いや、嘘でしょ、俺、ね、僕たちのためにここまで来てくれたんですか。嘘、嘘、ね、それはジェジュンとジュンスの力ですよね、やっぱね。いやいやいや、ユチョン様の力です。いやいや、ジュンスとジェジュンの力ですよ。いやいや、ユチョンさんの力です。やっぱり僕たちは完璧。すいません、すっごいキモいかもしれないですけど、これがゆうちゃんと僕がいつも一人で冗談で、これを自画自賛って言いますね。これね、自画自賛、自画自賛ですね。すいません、調子に乗り上がって申し訳ない、すいません。まあ、また冗談はここまでにして、まあ、昨日も本当にお客さんがいっぱいいっぱいで、今日も本当にね、最後のところが見えないぐらいね、うわー、見えますか、みんな後ろ見えますか。多分うちはステージの上じゃないですか。で、ここの階段の上だともっと見えるわけなんですよ。で、後ろの皆さん、僕たちよく見えますか。何何何て言ったの。見えねえって。え、でしょ、見えねえ、見えねえ。見えるわけねえんだよ。距離あるから。でしょ。皆さん、嘘うまいですよね。で、まあ、野外会場だし、この公演を準備するときに、で、多くの方の皆さんにもよく音が聞けるように、すごい音を調節して準備したんですけど、よく聞こえますよね。ほら、よく聞こえるじゃん。ちょっと違う感じが。いや、本当に聞こえる。どういう感じですか、どういうふうに。僕たちのファンの方は多分嘘には苦手だと思ったんですけど、今まではね、結構今までは完璧に嘘ですか。ねえ、ちょっと 20% は20% ぐらい、 20% は嘘だと思います。じゃあ、そして、今日もね、ダンスのお客さんがすごい見えるわけですよ。おーはーい、こんばんは、こんばんは、こんばんは、どうも、ありがとうございます。どうも、どうも、どうも。じゃあ、この会場にいる男のお客さんは
声を出してください。せーの、ほんとだ、完璧に男の声じゃないですか。で昨日はね、みんな女性の方々もずっと叫んでてて、ほんと男多いかとか思ってたんですけど、ほんとに分かりますから、もう分かってますから、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますじゃあ本当に JYJ の歌を聴きたくて、3時間4時間ぐらいの距離じゃなくて、本当に6時間以上の距離からここまで来ましたっていう方、すごい、ね、東京から出発しても歩いたらもう6時間以上にかかるんだよ。そうそうそう、そうになるかもしれない。そうそう、いや、そこまでは計算できなかったですねそうですね。じゃあ東京からいらっしゃってる方は、大阪、名古屋、日本のハイって超可愛いんじゃないですかはい、そうしました急にいきなりじゃあまたどこがありますか。北海道、結構いますよね。福岡、愛媛、お、愛媛いらっしゃってる札幌、おお、沖縄、新潟、すみません、僕たちが知っているところはここまでですいやいや、仙台、キュータ、キュータ、ごめんなさい、仙台でキュータ、仙台いやー、本当にありがとうございます。ありがとうございます。僕たちは韓国から来ました。はい、皆さんも本当にあちこちで僕たちに会うためにここまで来ていらっしゃってる方々に本当に感謝して、僕たちも韓国からこの公演のために皆さんのために頑張って準備してここまで来たんですけど、これからですね、もっともっといい曲で皆さんと盛り上げていきたいと思います。